世界中の金融トップが大混乱。FRB がとんでもないことをしでかしてしまった。こんにちは。米国経済解説経験 YouTube 最大のレバナンス専門チャンネルのレバナンス一本リーマンです。 世界の主要国がとんでもないことをしでかしてきました。今回のことが発端となって、全世界通貨危機に発展していく可能性があり、世界中の金融トップがパニックに陥っていますが、今回はここに関して定量的に解説し、これがいかに恐ろしいことなのかをご理解いただきます。本日その物語の入り口は、米国の顕著な雇用統計を受けて、FRB 利下げ観測が登録という本日発行された記事から始まります。 発表された雇用統計にて速報ライブでも解説しましたがこの結果は世界中の金融トップにとって絶望的な内容でした世界経済の中心である米国の経済において次の大きな動きは利下げがいつ行われるかです ISM 製造業や PMI GDP など小売売上高クレジットカードの借金滞納率など様々な指標を見ても米国経済はかなり停滞していることから利下げはもう少しだ厳しい状況も今が踏ん張り時だと言っ ってきましたがこここにに来て急にポジティブな雇用統計がが発表されたたとで利下げ予測がまた遠のいいてしまいましままたこの雇用統計が本当にポジティブな良い結果だったのかどうかは雇用統計速報ライブでも解説しましたがここでもう一度整理してみましょう一体何が起きているのでしょうかもう少し深掘っていってみましょう金曜の労働統計局が発表した雇用統計によると先月の日の業分雇用者数は27万2000人増加し当初の予想を大幅に上回った平均 金時給は4月から0.4%、前年比で4.1%上昇し、いずれも前回のデータから上昇した。ここで言っているのは賃金は堅調に伸びて、雇用も増えているというのです。ここ最近このチャンネルで、失業保険継続受給者数や各地方連銀の調査結果、PMI や ISM など様々なデータを見てきましたが、これら全てのデータで労働時間が削減されてきて、賃金上昇率も下落してきた。リストラも増えてきたし、倒産もちらほ。 ほら発生しているしっかりデータを見ていると悲惨な状況が見えてきましたが今回の bls が発表する雇用統計に関しては全く逆の結果でしたここまで順調に経済が崩壊してきて加熱感のある物価指数も収まってくるそう思われていたのにまたもや加熱感が見られたためこれは frb だけではなく世界中の金融トップが驚愕したんですしかし失業率は3.9%から4%に上昇し2年ぶりに高水準に達したこの失業率上昇に関しては市場 市場からは驚きの声が上がりましたなぜなら経済は堅調でここから回復すると思われていた中で急に失業率が2年ぶりの高水準に達してしまったからです最新の雇用統計は予想に反して引き続き労働市場が堅調で高金利と物価高から発生するべき経済減速への影響を鈍らせているこの強さはインフレ圧力を根強く維持するリスクがあり当局者が金利をどの程度引き締められているのか議論する中 FRB の金融政策に対する 長姿勢がが強化される可能性が高いこのチャンネルの視聴者さんももちろん今の金利がリストレクティブレベルつまり厳しい水準でこの水準をキープすればインフレ率も下落するだろうと思っているでしょうし FRB も同じように思っていますつまり FRB は今年のどこかで利下げを実行してくることになりますが問題はいつかということですこれが世界中の金融トップが気にしていることで彼らは一刻も早く利下げを実行してほしいと思っていますがさもなければとてつもない 規模の全世界通貨危機が起きることを理解しているからですこのチャートをご覧ください。これは青が非の業部門雇用者数で左軸で前月比赤は失業保険継続受給者数を右軸で対数表示にて表しています赤はつまり現在失業している人の総数とご認識をおき願いますコロナショックの時に雇用者数がとてつもない下落をしたのでそこだけは省いて表示していますこのチャートと今の状況を鑑みた時に非常に不可解なことが起きていることがわかりますでしょうか 過去の歴史を振り返ってみると、基本的に労働市場というのは、青線の非の業部分雇用者数が堅調で前月比で増えている、つまり黒線よりも上にある時というのは、赤線の失業率は下がるんです。これは考えてみれば当たり前のことです。労働市場が悪化すれば、青線も下落しますし、赤線は上昇します。逆に、堅調であれば、青線は黒線の上で推移して、赤線は低水準で推移します。しかしながら、直近の労働市場はどうでしょうか昨日の雇用 統計のデータをもう一度思い出していただきたいのですが失業率は上昇しました以前は3%前半だったのが今や4%にまで上昇してしまいましたこれはコロナショック直後ぶりの失業率にまで上昇しているんですそれなのにもかかわらず非農業部分雇用者数に関してはまだ前月比で増加し続けているんですこれが現状ですかなりあべこべの状態になっていますが何かしらの異常事態が起きているのかデータが操作されているのかこのどちらかになりますこれは FRB にとって非常に不利なデータであり同時に金融緩和にも不利なデータとなるとウェルスファーゴのチーフエコノミストジェイブラインソン氏は述べたこのデータだけを見ると FRB は今後数週間政策金利を据え置く可能性が高くなるこれは多くの人たちが全く同じことを言っていますがここの部分をもう少し定量的に理解しておきましょうこのチャートをご覧くださいこれは青が消費者物価指数 CPI で赤は平均時給×平均労働時間で平均賃金上昇率 ででどちらも前年同月比で左軸にてて表示していますこのチャートでご理解いただきたいことは青線よりも赤線が上回っている時が発生するとその後で何が発生するのかというと青線が急上昇するんです。1998年付近の時や2006年付近そして2016年付近は毎回青線よりも赤線が高くなっておりそれがしばらく続くと一気に物価が高騰することが起きていました。しかし今まさにこの青線よりも赤線の方が高くなっている 状況ですので確かに今後物価が高騰するリスクは十分あることがわかりますただこの方程式を解くためには他にも重要なパラメーターがいくつも必要になってきますそれは銀行の作り出す融資などです自動車保険や住宅保険は cpi の計算式の中にほとんど入っていませんつまり本来 cpi よりも賃金上昇率の方が高ければ需要が拡大しさらに物価が高くなると思われていますが実際には米国の消費者は cpi という括り以上に多くの出 が加算でいるということです雇用統計は二つの調査から構成されている一つは給与と賃金データを構成する企業調査もう一つは失業率を算出するために使用される世帯調査だこれはまさに雇用統計ライブの中で申し上げてきたことですが前者がエスタブレッシュメントデータで後者がハウスホールドデータですそしてライブの中でも申し上げましたがまさに前者のエスタブレッシュメントデータでは非常に好調な労働市場を見せかけている一方でハウスホールドデータでは全く 真逆のののデータをを反映ししていたたんでです家計調査ではは月の雇用者数は40万人以上減減少少今年最大の減少となったこの指標はエスタブリシメントデータの非業部分雇用者数のデータと見事に食い違っており、どちらが労働市場のより正確なシグナルなのかに経済学者の間で議論が巻き起こっている。つまりエスタブリシメントデータでは27人もの雇用増加という結果だったのに対してハウスホールドデータでは40万人もの雇用が失われたという というデータが出たんです。ここに関しては、ソコホライブの中で仕事の書き持ちが関係していると思いますが、もう一つ新たな要素が浮上しています。これはゼロヘッジからの記事ですが、エスタベーシメントデータの27万人もの日の業部門雇用者数は、ほぼすべてザ・バースデスモデルによる架空の数字だというのです。もちろん BLS もそれなりに調査して雇用者数を算出していますが、生データを出すわけではなく、きちんと補正をするわけです。補正係数には毎月の変動などがあります。 その中でも今月一際大きかったのがこのバースデスモデルでしたこれは5月に新たな企業が新しく作られるとそれだけ雇用が増えたはずだという前提で数字が付け加える架空の数字ですが今回の5月の非農業部門雇用者数27万2000人のうち23万1000人がこのバースデスモデルから算出されましたつまりこのバースデスモデルの架空の数字がなければ非農業部門雇用者数はほぼゼロだったことがわかります実際この 農業分の行為者数のデータは、今後減少すすす。る兆候がもうすでに出始めていますこのチャートをご覧ください。これは非農業分購入者数で前月比で左軸、赤は求人件数で右軸で表示しています。見てお分かりの通り、非農業分購入者数が減少するときというのは赤線の求人件数は上昇を終えて下落することが分かっています。これは当たり前で企業が求人するときというのは雇用が増加しますが、求人数が低下すれば雇用は減少に急速に悪化する。 すするんでこれはコロナショックのデータを取り除いていますが、2020年のコロナショック後のデータを表示してみると、求人件数はもうすでに急速に悪化しているんです。もう致命的なレベルに達しているわけではありませんが、この傾向を鑑みると、雇用者数は今後かなり悪化することが見込まれているんです。失業率の上昇は主に労働市場に復帰したが、仕事が見つからない人々の数を反映している。仕事を失ったり辞めたりした人の数は共に減少した。現在、政治家も株式市場も最 債券市場もみんな労働市場は堅調だと思い込んで需要がまだまだあると思っているようですがではなぜ労働市場に復帰しようとしているのでしょうか物価が高いせいで賃金も高いからでしょうかそれとも他の別の理由があるのでしょうかそうです別の理由があるんですこのチャートをご覧くださいこれは青が日の業分を超え者数で左軸で前月比赤は労働参加率を右軸で表しています先ほどと同様にコロナショックの時の2020年より前のデータを表示 していますご理解いただきたいことは青の日の業務も雇用者数が急激に減少した時赤の労働参加率は上がる傾向があるんですなぜなんだろうと思うかもしれませんが皆さんのご家庭で考えてみてくださいお父さんは働いていますでも労働時間が短くなってきたりお父さんの働く会社の経営状態が傾いてきて同僚がリストラに会ってきた時 普通のご家庭は奥さんも働きに出るんです。まずは簡単なパートから始めるかもしれませんし、労働参加率にはパートだろうが正社員だろうが関係なく労働市場に入ってきた人の増減が数値として表示されます。では、これと全く同じデータで2022年以降のデータを見るとどうでしょうかまさに青の非農業部門雇用者数は減少しつつ、赤の労働参加率は上昇していることがわかります。重要なことはこれは経済が好調な時に起きる減少では少なく ともないということです経済が順調でお父さんの給与も問題なくあるんであればお母さんは働きに出る必要がないので労働参加率は上昇しないんですですので今のような状況は労働参加率が上昇するんですしかしながらそれでも今の非の業部門雇用者数はもっと下落してもいい気がしますしかも金曜日に非の業部門雇用者数は予想を大幅に超えて上昇しましたここに関してはライブの中でお伝えしましたが正社員は大幅に減少しているのにパ パートが急増ししししていたたことをお話ししましたでは、なぜパートがここまで増加するのでしょうかこのチャートをご覧ください。これは青が消費者物価指数 CPI で赤は労働参加率を右軸で表しています。基本的に青の CPI が上昇する時というのは赤の労働参加率も上昇します。これは急激な CPI 上昇に耐えきれず賃金上昇率でもカバーできなくなれば先ほども申し上げたように家計の中でもう一人働きに出るんです。二人とももうすでに働いていす。 いいるののでであれば仕事掛け持ちをしていくんですこのように物価が異常に高くなれば労働参加率は上昇するんです。ですので、労働参加率が高くなるということは、家計が悲痛な悲鳴を上げているということです。だから、非農業部門雇用者数が増加したと言っても、正社員は60万人以上が消滅し、パートが30万人近く増加しているだけなんです。それでも、非農業部門雇用者数は短期的な株価や金利に大きく影響するんです。そしてこれが後に大きな問題となります。 巨大な歪みとしてシステムに現れてくるんですなぜなら世界の通貨市場を見てみてください今最も起きなければならないことはドルの価値が緩和されることなんです frb がドルの価値を決められるみんなこう信じていてこれは必ずしも正しくはありませんがそれでも世界の中央銀行も金融トップも frb に今すぐ利下げを実行して欲しいんですなぜなら世界中の中央銀行も同様に金利を下げたいからですでも frb が利下げをせずに他国の 中央銀行が利下げを先に実行しようものなら金利差によってドル高がさらに加速しその国の通貨の価値がさらに急落することになりますその国の政治家やセントラルバンカーたちにとってこの通貨価値の急落ほど起きて欲しくないものはありませんこれだけは避けたいんです次の物語はエラリアン氏雇用統計が好調で7月の FRB 利下げの可能性が遠のくと発言という昨日発行された記事に移っていきます従業員の需要と賃金の面でこれは本 本当に力強いデータだとケンブリッジ大学クイーンズカレッジ学長エラリアン氏は金曜日ブルームバーグテレビ上に語ったこれは非常に大きな意味を持ちなぜなら来週の CPI の数字がどうであれこれで7月の利下げの可能性はとされたこのデータでは4月に利下げしたり利下げを示唆したりすることはもうありえないこのように FRB にとって頼みの綱だった労働市場によって直近の利下げはまた夢のまた夢となりましたこの見た目上は力強い労働市場によって FRB はまたインフレが再燃するかもしれないという幻想に取り憑かれていますが、これが大きな問題となり得ます。そもそもこの力強く見える労働市場は実際にはもう力強くもなんともないんです。もうすでにバンクオブカナダも ECB もみんな利下げを開始しており、通常 FRB もこの動きに追従するところですが、今回だけは違うようです。このチャートをご覧ください。これは青が非の業部門購入者数で左軸で前月比赤は政策金利を右軸で表示しています。今回も コロナショック前のデータを表示しています。本来であれば FRB が政策金利を引き下げるときというのは、この非の漁分、雇用者数を大幅に減少させているとき、もしくはゼロを大幅に減少するとき、もしくはゼロを下回る直前であることが分かっています。しかしながら今回の雇用者数は必要以上によく見せかけられているため、本来もうすでに FRB にやるべき利下げができなくなっているんです。FRB 議長再度警告します。今すぐ利下げを実行しないととんでもないこと になります何かとてつもないことが足元で起きています。本日の動画はここまで。今回の動画もちょっとでも良かったと思っていただいた方は高評価いただけると嬉しいです。また、まだチャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録および通知ボタンの設定をいただければ、米国株投資で重要な記事を速報レベルで毎日無料でご視聴いただけます。補足ですが、ちょっと複雑で理解できなかったという方、もしくは文章で理解を深めたいという方は、日々の動画の内容をノートの文章に落としています。 興味があるというう方は概要欄のリンクからどうぞエンディングではレバナス一本リーマンからの特別限定動画のプレゼントに関しての案内となります。動画のタイトルとしては、米国株はガチホするな。 大物投資家が衝撃の警告という内容に関してです。実際この動画は先週出そうとしていましたが、動画公開前に動画が削除されてしまいました。Google から衝撃的すぎて YouTube では公開できないと判断されたようです。真実である一方、誰も報道していない内容についてです。米国株投資をしている人は必ず見ておかなければいけない内容を解説しています。ぜひとも真実を一人でも多くの人に知っていただきたいため、この動画を見逃さないようにしてください。 動画をご視聴いただくには YouTube では公開できないためウィーブル証券の口座開設をしていただき少額で結構ですので1回の取引をしていただければこの特別限定動画をプレゼントさせていただきますなお今登録して初回入金するだけで全員に3000円がもらえます詳細は概要欄にあるリンクからご確認お願いします